グロービス学び放題。高級リゾートホテルのレセプションで働く黒木さんと広瀬さんが、最近増えつつある騒音クレームについて対策を考えています。昨日の夜遅く、スイートルーム常連の木村様から隣の部屋がうるさいとお叱りを受けてしまいました。かなりご立腹で。あの温厚な木村様がご立腹？実は隣の部屋の方がご友人を大勢呼んでパーティーをされたんです。宿泊していない方が自由に出入りできるようなセキュリティでは困ると言われまして。宿泊者全員の顔を覚えられないし、指紋認証や身分証確認ではお客様も我々も負担です。負担なく悟られず認識する方法はありますか？うちもディープラーニングを使った顔認証システムの導入を検討すべきタイミングかもしれませんね。宿泊客とそうでない人を見分ける方法について悩んでいる広瀬さんに対して、黒木さんはなぜ次のように言ったのでしょうか。うちもディープラーニングを使った顔認証システムの導入を検討すべきタイミングかもしれませんね。1. 宿泊客でない人が受付を通過した時に瞬時に見つけることができるから。 2. 人間のスタッフでは見抜けないお客様の感情の変化と原因に気がつくことができるから。 3. そのお客様が過去に他のホテルで起こした不祥事を調べることができるため。